皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。9月9日、元国民民主党の公認候補で、2月に内定が取り消しとなった高橋真理さんの休止が報じられた。高橋さんは、今年4月に行われた衆院東京1五区補欠選挙で、公認候補に内定していた。しかし、一転して公認取り消しとなり、 今年2月には X で動画を公開。自身のセクシャリティ、老いたち、すべてを党にご相談した上、体調不良を理由に辞退しろ、と指示を受けましたと涙ながらに訴えていた。接客サービスをするラウンジに勤務していた過去を、党に問題視されたのが出馬断念の理由だと主張していた。当時、国民民主の玉木雄一郎代表は X で、 ラウンジ勤めのみを理由に立候補の断念を求めるようなことは決してありません。法令に抵触する恐れのある事実が明らかになりました、と投稿。高橋氏は動画内で、一時期、生活保護を受け、お金に困っていた時期があります、とも語っており、生活保護を受けながらラウンジで働いていたことが、法令に抵触、するのではないかと見られていた。だが、最終的に、法令違反、 の具体的な内容が説明されることはなく、当時は説明不足といった批判が後を絶たなかった。高橋さんは9月4日、自宅マンションの敷地内で倒れているところを発見され、搬送先で死亡が確認されたという。現場の状況から飛び降りと見られることも伝えられた。涙の出馬断念から約半年で一体何があったのだろうか。高橋さんには、 もう一つ報じられている騒動があった。3月には、トラビスジャパン、川島ノエルとの6年交際が、フライデーに報じられていた。記事によると、二人は2018年に知り合い、交際に発展。結婚を見据え、互いの両親に紹介したとの証言もあったが、公認取り消しを受けた2月頃に破局したという。高橋さんは、同志に交際の事実を認めており、 交際期間についても、あながち間違ってはいない、という感じですと明かしていた、交際期間については、後に X で6年ではないと声明。現時点で、高橋さんが休止に至ったいきさつは判明していない。X では、今回の不法を受け、川島の精神状態を心配する声が相次いでいる。ノエルくんメンタル大丈夫かな。これが本当ならノエル大丈夫かな。 別れたとはいえ6年も付き合ってた人が自ら命を絶つなんて辛すぎる無理はしないでほしい。ノエルくん大丈夫かな今回ばかりはさすがに心配してしまう自分のこと責めないで、負の感情に飲み込まれないようにね。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。 お体に気をつけて、さようなら。